はい、始まりましたマイクラジオの時間でございます。イエーイ。今回も雑談の渦に巻き込まれるがいい、私口ががウィセンです。そして雑談の渦に巻き込まれた男、キックマックスです。アルマットです。ヤヨです。では早速やっていきましょう。いや、いいよ、どうぞ。超強いカブトムシ見つけに行く？それ、強いの見つけてどうすんの？まあ、戦わせんじゃない、やっぱり。強いカブトムシ同士でってこと？うん。ゲーム内で？いや、現実だ、ね。虫キングじゃん。だよね。うん。すげえ当然みたいに言うから。マイクラにカブトムシいないだろ。でも前のモッドでなんかそういうのいたからさ。あれは超強いカブトムシだった。話を譲ったにしてはちょっとしょうがない。でも俺も私に対した話じゃないから。おじっぽしゃっぽだから。そうだね。俺なんてあの、ホーマック行った時に木材コーナー行ったらテンション上がらないっていう話しようとしたんだけど。そっちの話広がりそうだな。木材コーナーって結構テンション上がるよな。上がるね。まあ、俺でも結構物買ってたよ、ああいうとこで。あ、自分で作ってたってこと？なんか、ね、俺あの一回だけギターキャビネットボックス作ったことがあって、それ全部ホーマックで買った材料でやつ。へえ。めちゃくちゃ大変だったけど、ね、どれぐらいの値段するの、その材料費的に。材料費は全然だよ、ほんと1万ちょいぐらいでできたけど、ただ物がでかいし重いし、あと心理に近づいた時にゴミとかしたからね。心理に。最初はマジガチテンション上がってたけど、これいらねえやって。まあ勉強代になったな。あー、まあまあまあ、俺も自作パソコンした時同じような気持ちだった、ね。そうだね、自分で作ってるとさ、好きなようにカスタマイズできるし、うん、なんか作ってるっていうのが愛着湧くからいいなって思うのよな。そこでどう思うかだよね。あれ？これ多少高くてもこの時間かかるなら作ってもらった方が良くないって考えるか。あ、自分で作るの楽しいなって思えるからね。そこは DIY のやっぱ。なんかそうだね。パソコンって部品とか選んでる時が一番楽しいかもしれない。いや、楽しいと思うよ。いや、でも楽しかったけど、そこら辺は。楽しかったけど、やっぱ最初につかなかった時、俺もう絶望したわ。あの気分は二度と味わいたくないから。まあね、トラブル多いからね。そう、なんでつかないのかわかんないってのが一番怖い。つかないみたいな。つかないとか、あと部品買い間違えたとかな。ああ。規格が違う。規格違う。あるね。あるよな、めっちゃ。あと絶対ついてるのに動かないってね。まあ俺の場合マザーボード初期不良でいかれてたからね。初期不良きついな。だってもうゲームわかんないもんね。わかんなかったね。だからもうパソコンショップ持ってって、ああ調べてくださいって言って、でその時にパソコンショップの店員が、いやこれ何が悪いかわかんないんで、一つ一つ調べるとちょっとお値段かかりますよみたいな深刻な顔で言われて、うん、え、マジっすかみたいな、いくらかかるんですかって思ったら、5000円ですって言われて、やってくださいって。どうぞ5000円。5000円わかるならどうぞ。そう。まあ確かに自作 PC のさ、5000円って割とね。ああ、そうだね。もうそんなことよりも、なんでこいつが動かねえのか知りたかった。俺は。そうだね。知りたくなるような、それが5000円でね、そう。わかるんだったら、安いもんだと思っちゃう。安いもんだよ。俺も最初ギターは、まあ、自作じゃないけど自分で買ってきていろいろ組み合わせてってやってたけど、はあ、途中で気づいたもんね、やっぱ、あ、素人が手を出してはいかん。俺ギターの練習よりギターいじってる時間の長くね。まあなるほどな。エオの嫌なレベルさ測ろうか。じゃあ、ね、家に帰ったら壁にゴキブリが30匹張り付いてましたと。はい。それと同じぐらい嫌なことを当てる。なんだろう。エアヨンにとってそれぐらい嫌なこと。難しいな。意外となんか駆除すればいいじゃんとか言い出すから。でも30匹いるってことは 見える範囲にもっといるで。めちゃくちゃいるで多分。まあ確かにうわーって言うよな。うわーどころじゃないね、とりあえず。だろ？で相当嫌なことではあるわけよ。
それと同じぐらい嫌なことを探さなければいけない。冷蔵庫が破壊されてた。絶対嫌じゃない。そんなゴキブリ30匹いる方が嫌だろ。いや、どっこいどっこいだと思うな。いや、絶対違うね。それ僕はゴキブリの方っすね。ああ、それ多分釣り合わない、全然。だって俺ですらやっぱそっちの、別に、だったら冷蔵庫壊してくれって思うもん。じゃあゴキブリが100だったら、嫌度数100だったら冷蔵庫破壊されてるは何歩ぐらい？俺当てたろか？当ててみ？多分ね、ゴキブリが100だとしたら、冷蔵庫は10ぐらいだと思う。どう？さすがにそこまでじゃないけど、35ぐらいだね。35か。別に冷蔵庫破壊させても買えばいいだろ。取っ払って。それ言っちゃったら、ゴキブリも駆除すればいいだろって。いやゴキブリ多分30匹家にいたら俺引っ越すで、普通に。帰ってきて。もう手遅れだろ、そんなの。絶対良くないとこから湧いてるからね。まあ確かに、それは、なきにしもあらず。まあどっか穴があるんじゃない。ああ。だったら冷蔵庫壊れてるなんか別にさ。すぐ買えばいいだろ。まあ冷蔵庫買い替えるのはめんどくさいよ。めんどくさいけど、やっぱりゴキブリはもうこの部屋で寝たくもないと思うレベルでしょ。なんかもう30匹ぐらいいたらもうなんかどうにでもなるってことないかな。まあな、人は慣れだから。慣れるとは思うよ、そのうち。慣れたいか慣れたくはないだろ。慣れたくはないけど慣れちゃうんだよな。それを考えるとね、なんだろうな。じゃあカメムシ15匹。いや、ふざけてるでしょ。カメムシは別にもう取り除けばもうあといないんだろうなとは思うから。いや全然正直それで、あと別にあいつ向かってこないし、うん、ただ何らかの異常は疑うけどね。え、俺の部屋に30匹カメムシ、15匹カメムシいたってことはなんかあるなみたいな。そこだって終わらせれないでしょ、それで。そうだね。不自然に15匹とかいたらそりゃそうだわな。だからそういう意味では、やっぱり冷蔵庫壊れてるよりは全然。どちらかというとさ、起きた現象が嫌なわけじゃないというか。ああ。それはだから。それに付随する。そうそうそう。ゴキブリも30匹いたからって30匹駆除すればいいじゃんとは思うけどもさ、原因が何なのか分からないわけじゃん。思い当たるとしては、この家がゴキブリ屋敷になってると。そうだね。それぐらいしかないわけだから、やっぱそれを考えると嫌だなって話になる。もう引っ越しするしかないわ。確かに。まあそれはいいとして、そうだな、何が嫌だろうね。そんぐらい嫌なことってなんだろう。意外と。それ言うとゴキブリはもう結構最高に嫌だね。そうだね。だから嫌レベルが高い。そこまで考えちゃうと。そうそう。ああ。だろ？もうこれは現実的に起こった時の気持ちとして考えていただければ。どういう話それ。今後の話も想定してってことでしょ、このゴキブリを処理したこの。そうそうそう、それも事実だけじゃなくてと。そう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 、それと同じぐらい嫌なことだからな。家に帰ったら原始人がいた。いやー、それはもう警察に話してとりあえず終了じゃないの。そうだな、すごくない？原始人いた方がまだマシ。ゴキブリ30匹いるよりマシってすごくない？確かにね。原始人だから、すげえ被害受けるかもしれないよ。いや、原始人はじゃあおとなしくしてるものとする。おとなしくしてる、うん、じゃあ、ちょこんとどうでもよくない？いや、どうでもよくはないだろ、お前。お前家帰って原始人ちょこんと座ったらどうすんだ、お前。対策考えるだろ、お前そのまま住むんかい、原始人と。対策は考えますね。はい、ゆうにゴルゴクイズ出します。あー、ゴルゴクイズだ。はい、はい、問題です。じゃじゃん、ゴルゴは大きな岩が邪魔している、まあ言ってしまえば岬のようなところからその岩越しに狙撃しました。はい、一体どうやって狙撃したでしょうか。え、もう一回言ってください。岩越しに射撃したって。そう、大きな岩というかその崖みたいのが邪魔してて、壁があるってこと。そうだね。だから海沿いの場所で、ああ、まあ狙撃したんだけど、その狙撃する場所が海に近い別荘みたいになってるわけ。ああ、でその別荘を挟んだ向かい側から狙撃したいんですけど、狙撃ポイントがそこしかないから。ああ、その狙撃ポイントからはでっかい岩が邪魔しててもう撃てないわけです。ああ、どうやって撃ったでしょうか。ちなみにその時ゴルゴはドローンを使いました。マジかよ。ドローンでござる。ドローンに銃を持たせてドローンで狙撃。
違います。狙撃はちゃんと自分がやりました。ドローンを狙撃してドローン落ちたドローンで殺した。違います。もっと言うとドローンは殺害には使ってません。マジかよ。直接的には使ってません。直接的にはだからもう位置を知るためとかだけしか使ってないってこと？まあ割と近い。赤はいい猫だった。正解は分かんない分かんない。ドローンを使ってその岩場を3次元スキャンし、その中で空いている穴を見つけて、その通じているその穴を狙って狙撃した。なんでそんなことする？その時にゴルゴは三次元的にものを見てると驚いてた。まあ、としても岩の隙間から狙わないといけなかったんですかね。まああとちょっと俺の説明が下手すぎて全然伝わってないと思うけど。俺聞いてて全然よくわからない。その岩にだから穴が開いてるところがあったわけで、それを探すのにドローン使ったってことなんでしょう。そういうこと。絶対もっと楽な方法あった。まあ確かに俺も船からじゃあ狙撃すりゃいいんじゃないのとは思ったけど、まあ、ヘリとか撃ち落とされるからみたいな。ドローンに爆弾つけてるゴルゴそういうのあんま好まないから。ああ、そういうの好まない。そういうのあんま好まない。テロ的なものは好まない。テロ的なものはやっぱあんまりスタイリッシュに狙撃したい。そう、私も美学があるから。まあそういうのやらないかって言われたらやってるような気もするけど。たまにはむっちゃたわいもない話しようかな。まるでいつも真剣に話してるみたいな。どこのカフェ俺が好き。たわいもないというか答え出ないだろ。え、どこ、スタバか、はい、タリーズかみたいな、そういう話だよね。まあそれも含めいいよ、コンビニとか。いやー、カフェオレってさ、このカフェオレうめえってなる？いや、なんない。そうなの。今俺も考えたけど。どこのカフェオレって言われても、カフェオレってさ、コーヒーと違って割と味均一化されてるというか。そうだね、やっぱそんなイメージじゃない、うん、まあそうだね。あとはもう甘さのとかの好み。そう、甘さだね。まあ、コンビニよりはカフェの方がうまいよね。まあさすがにな、まあ、使ってるやっぱコーヒーがいいとそうなんじゃないかな。でもピンとは来ないんだよな、うん、そうだね。まあスタバだったら間違いないぐらいだけど。あ、じゃあそれがさ、スタバじゃなくてエクセルシオールしかありませんでしたって言われて、なんだてめえとはなんないよね。なんないね、うん、あ、全然それで大丈夫ですみたいな。うん、正直俺量が多い方がいい。ああ、味よりはグランデとかは、なんかあのグランデとか、そう、でかい、でかければでかいほどいい。ローソンとかビッグとか頼めんじゃん。ああ、あるある。あのぐらいの大きさがいいですね。はあ、ブラックコーヒーは割とねあるけどな。そうだね、差が。ま、そのブラックコーヒーも全部同じでも全部違うって言ってたやつがいるから。あ、いるね、二人ぐらいは。一人なんて答え分かった上で言ってたから。あれは卑怯だ。いや、あれはでも違うよ。俺は今でもあれは違うと思ってるから。未だに言ってんの、そんな。いや、違うと思う、あれは。MSS プロジェクトの動画をご覧いただき、誠にありがとうございました。MSS プロジェクトは、YouTube、そしてニコニコ動画にチャンネルを持っていますので、ぜひご登録の方をお願いいたします。登録ボタンの方ですね、こちらとか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 、あとは概要欄の方にもですね、URL を入るわけない。ぜひご登録の方お願いします。入るわけない。これなんだっけ、これ、この穴。え、これ何？ソフトで。え？いや、ソフトじゃない。ちげえよ。